岩永祐希は、日本の政治家。滋賀県甲賀市長。元衆議院議員。農林水産大臣を務めた元衆議院議員の岩永峰一は父。滋賀県甲賀市ら木町、樽尾生まれ。ら木町立樽尾小学校。ら木町立ら木中学校。比叡在高等学校卒業。高校卒業後、アメリカ合衆国カンザス州のウィチタ州立大学に、 留学し、国際政治学を専攻。1998年に大学を卒業し、帰国後は広告代理店に勤務。2003年10月から、父、岩永峰市衆議院議員の秘書を務める。2005年、父、峰市の農林水産大臣就任に伴い、大臣秘書官に就任した。2009年の第45回衆議院議員総選挙に際しては、 引退する、父の地盤を引き継ぎ、市が4区で自由民主党の公認を受け、出馬に向けた準備を整えていたが、同年2月13日、父、峰一が、宗教法人、上地、秀明会から計6000万円の寄付を受けながら、政治資金収支報告書に記載していなかった問題が、発覚。これを受けて3月15日、立候補辞退を表明した。岩永に代わり、 8月30日の衆院選には、地域政党、対話でつなごう滋賀の会の滋賀県議会会派の政策スタッフを務めていた、武藤隆成が自民党から出馬したが、民主党現職の奥村天さんに敗れ、落選した。2012年、大阪維新の会が政治塾、維新政治塾を設立。岩永は試験に合格し、同年6月に入塾。同年12月の 第46回衆議院議員総選挙に、日本維新の会公認で市が4区から出馬し、自民党公認の無党たかなりに敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、初当選した。2014年の日本維新の会文党に際しては、橋本徹大阪市長による、新党結成を目指すグループに参加。文党後の日本維新の会を経て、維新の党結党に参加した。 同年12月の第47回衆議院議員総選挙は維新の党公認で出馬。市が4区は岩永、自民党の無党高成、民主党の徳永久し日本共産党の新人の4社の争いとなったが、得票数2番目で無党に敗れ、比例復活もできず、議席を失った。2015年10月、野党共闘をめぐって維新の党が分裂。岩永も、 維新の党を離れ、2016年1月には大阪維新の会の支部にあたる市外維新の会を設立して代表に就任し、2月9日には大阪維新の会修院市が四区支部長就任が発表された。同年5月、10月に実施予定の高賀市長選挙への出馬が報じられ、5月26日、無所属で出馬する意向を表明した。 10月16日投開票の高賀市長選で自民、公明両党の推薦を受け4選を目指した現職の中島氏を1698票の僅差で破り当選した。10月31日高賀市役所に初登庁し正式に高賀市長に就任した。2020年無投票で再選。ありがとうございます。